タケチャンネル始まりまりす私は毎日皆さんの投資にお役に立てるような情報を発信しております。もし気に入っていただければ、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の日経の電子版にあのイーロン・マスク氏がですね、共和党に投票したらどうだっていうことをですね、まあ、無党派層に推奨したと。 アメリカでは大騒ぎになってますこういった言論を非常に引っ張る力のあるところのですねオーナーになった人がですねこんな片方に肩入れするようなことを言っていいのかということで 大騒ぎになっているわけですねしかしまあこれいろんな見方があって一つはですね今までツイッターは完全に民主党寄りの言論をやってきてただ私はですねちょっと違った見方してましてどういうことかっていうと実はテスラは EV の専業メーカーですよね要するにバイデン政権の政策でテスラはものすごくやっぱり伸びてきてるわけなんですよね結局バイデン政権っていうのは徹底的なこの EV シフトですとか が、ま、化石燃料を排除していくですとか、クリーン、グリーンと言われるですね、政策を徹底的にやってきたわけです。しかしこれがですね、ま、ロシアのウクライナの侵攻でもってですね、世界的に言うと厳しさを増してきていて、で、アメリカの中でも、ま、バイデン政権がやってきたことに対する批判が渦巻いているわけなんですよね。マスクさんっていうのは気を見るに便の人ですよね。今、共和党が下院ではもう大きくリードしていて、ひょっとすると上院もですね、け。 共和党の圧勝にななるかもしれないそうするとですねどちらかというとエネルギー政策も変わってくるし EV 最優先の政策じゃなくなる可能性があるわけですであるならば今のうち共和党にですね寄り添ったような行動をね取っておいてその方がですねマスクさんとしても得策かもしれないなんていうですね 気持ちが湧いたとしても人間だったらおかしくないなと私はそんなふうに思っていますまあいずれにしても今株高が始まりました日本でも今日は大きな株高になってますねえこれはやっぱりちょっとバイデン制限のどちらかというと現実にそごわないような政策にちょっと嫌気をさした人たちが少し共和党が強くなってくれることによって株高につながるんじゃないか金利も下がるんじゃないかというようなことをですね考え始めているっていうこともあありますね しかしながらこれが明日まででこれが判明しないということになるとその後とげるということもあるかもしれませんねしかしおそらくジョージア州がこれギリギリになる可能性はありますがすでに共和党が勝っていてジョージア州がどうなろうと共和党の勝ちが決まっているっていう可能性もあるのでそこは明日の日本時間の11月9日の夜になればだいたいわかるのではないかとこんなふうに考えていますいずれにしてもですね 株高が演出される可能性非常に高まっているというところだとだろうと思われます。私は KIS というオンラインの投資サロンで投資アドバイザーとして働いています。もしですねご興味のあられる方、ぜひ KIS の公式版から概要欄。 入ってててていいいいただいて覗いてみてくだ覗みくさい今入っていただきますと直接私と面談していただくなんてことも特典としてご用意しております具体的な銘柄も含めてですね YouTube ではお話ししない内容も含めていろいろと情報の提供を毎日していますし日々の短期売買銘柄の推奨そういったこともやっていますし是非一回覗いてみていただいてご利用いただければとっても嬉しく思います。